これはビデオスコープの表面に細かい繊維が振動して駆動する分布アクチュエーターを取り付けることによって自立移動と遠隔操縦を可能にしたレスキューロボットです。狭い開口部から挿入して8メートルに及ぶ瓦礫の奥深くの人命検索を行うことを目的としています。既存のビデオスコープに比べ振動モーターによる前進機能や手先でねじることによって進行方向を自在に操れるために複雑な瓦礫の中や奥深くまで挿入し調査することが可能。アメリカで発生した建設現場倒壊事故の原因調査にも使用されその実用性が実証されました。またレスキュー以外の用途も広く考えられることから事業性も期待できることが評価されました。消防関係者からは好評を得ており、ガスの検知機能など多くの追加機能が期待されています。